キルヒハイム・アムネッカーは、ドイツ・ビュルテンベルク州、ルート・ビヒスブルク郡に属す、町村である。この町は、シュトットガルト地域及び、シュトットガルト大都市圏周辺地域に含まれる。キルヒハイム・アムネッカーは、ネッカー川に面している。ネッカー川はかつて、この町を回り込むように蛇行していた。その旧川筋の一部をミュールバッフ派が流れている。ハイルブロンは北東に、 直線距離で約 12km、軍庁所在地ルートビヒスブルクは南に約 17km の距離にある。この町に隣接する市町村は北西にブラッケンハイム、北から北東にかけてラウフェンアムネッカー、北東にネッカーベストハイムがある。これら市町村はいずれもハイルブロン軍に属している。ルートビヒスブルク軍内で隣接する市町村は 南東にゲムリヒハイム、南にバルハイム、西にベニヒハイムがある。自治体キルヒハイム・アムネッカーには、キルヒハイム・アムネッカー集落とレーマーホ府農場が属している。州統計局の2018年12月31日、現在のデータによる。キルヒハイム・アムネッカーは1003年に初めて、ハインリヒ西洋の文書に記録されている。キルヒハイムは、帝国村落の地位にあった。 住民は、霊属農民ではなく、不益を免除されていた。皇帝の権力が失墜するとともに、キルヒハイムは隣接する貴族の野心の的となり、1400年頃に、ビュルテンベルク博の保護下に入った。エーバーハルト御星博は1477年に、年貢の支払いに関する特許上でキルヒハイムの権利を認めている。この集落は1683年に、 市場開催権を得た。キルヒハイムは1803年までアムト・ブラッケンハイムに編入されていた。ビュルテンベルク王国成立後、1808年にオーバーアムト・ベージヒハイムに属した。1938年、ナチ時代のビュルテンベルクの地域再編によりキルヒハイムはルート・ビヒスブルク軍に属すこととなった。プロテスタントの聖マウリティウス教会16世紀に、 宗教改革がなされて以後キルヒハイムは、主にプロテスタントの町であった。しかし現在では、福音主義のマウリティウス教会の他に、ローマイコールカトリックのマリエン教会がある。これに対して、クリストリヒエ・ゼントルム・キルヒハイムは、自由教会プフィングスト・ゲマインで連合に属している。こうした教会の他に、モスクもある。キルヒハイム・アムネッカーは移住者の比率が高い。 2018年現在の外国人出身者が占める割合は25.0%である。キルヒハイム・アムネッカーの町役場キルヒハイムの町議会議員は14議席である。町議会はこの選出された名誉職の議員と議長を務める町長からなる。町長は議会で投票権を有している。この町の紋章は青字で一本の塔と屋根の上の 章刀を持つ銀色の教会が描かれている。町の旗は白から青である。紋章と旗は1966年4月18日に認可された。キルヒハイム・アムネッカーは以下の町と姉妹自治体関係にある1986年にズデーテン地方のシェンヘングストガウのシュタンゲンドルフから追放されたドイツ人に対する援助、補助関係を結んだ。 キルヒハイムは多くの見どころが点在するビュルテンベルクワイン街道沿いに位置している。キルヒハイムはビュルテンベルクワイン地区のビュルテンベルクウンターラント地域、シャルクシュタイン大地区に属すワインの産地である。キルヒハイムの駅とブドウ畑この町は連邦アウトバーン A81 号線のムンデルスハイムインターチェンジによってアウトバーン網に接続している。町内を連邦道。 B27 号線が通っている。この街は、フランケン鉄道沿線にあり、キルヒハイム駅がある。およそ30分間隔で、シュトットガルト方面及びハイルブロン方面への、レギオナルバーンの列車が発着する。バスは、ベニヒハイム駅、ゲムリヒハイム駅、バルハイム駅、ベージヒハイム駅がある。船でキルヒハイムに行くことも可能である。ネッカー旅客船交通は、駅の下に、 船着き場を有している。この町には、ベルクレアルシュレ家庭を有する基礎家庭、本家庭学校が1校ある。この他に、町営幼稚園が2園、福音主義教会の幼稚園が2園、カトリック教会の幼稚園が1園ある。ありがとうございます。